ついに来たんだな。もうすぐうつろの夜が始まる。俺があいつに助けられてからもう1ヶ月が経ったってわけか。特訓だのなんだのって慌ただしい毎日だったが、なるほどな、今なら俺にもわかる。すごい数のイグジス能力者が町の中心の方に集まってる。リンネとワレンのおっさんはさっきからちっとも姿が見えねえけど、やっぱり二人だけで行っちまったってことか。危険だからお前は待ってろなんて言ってたが、そんなことできるわけねえ。あの女パラドクスとの決着は俺自身がつけねえとダメなんだ。待ってろよリンネとワレンのおっさん、俺が行くまで無茶するんじゃねえぞ。出ろインスレーター。出会った不運を呪うがいい。バーストフレーズリバイド。もうそら行くぞ、飲まれろ。感激開始キレバースト。こんなのありえねえ。捕まえて燃え尽きろ。もう行くか。バーストそらやらせ。キレミッド100ロータ。感激開始だ。バーストセカンド。それで終わる。キレバースト感激開始。ってなん風がウィナーザラつく。ファイドセカンドクローズリバイド。キレミッド。やらせ。そうだったか。ってなん感激開始だ。それで終わる。ファースト乗れた。オービタファースト。やらせ。それで終わる。そのここだ。キレ。アナドルギュッ。ヤクオービタ。そのまま寝てな。ウィナーファイド。悪いんだが、今はお前と遊んでる暇はない。先を急ぐんでな。この力で終わらせてやる。バーストクローズリバイドカウンター。どうだこの行け。まだだ。キルオービタ味方ね。いくぞ。よっしゃ。てな効かないね。そらキルバースト甘い。いくぞ。キルバースト甘い。なんだこの役を。なんだウィナーどっちか。ファイナーセカンドクローズリバイド。金言の力だ。まだだ。ファーストやるしかない。乗れた。バレバレ。キレミッソ。よしよしだ。よしかない。てなクレイバー。キレミッソ。しかないね。ファーストセカンドサード。そのまま寝てな。ウィナーファイド。お前の本気ってその程度なのかよ。見かけ倒しもいいところだな。そんなんじゃ足止めにもなりゃしねえ。おい、ゆずりが。さん。いや、ゆずねえだよな。ふーん、どちら様ですかな。私は君のことなんて知らない。そう、一階の剣士でござるよ。ニンニン。とぼけんな。だいたいニンニンって忍者が言うことだろう。あ、じゃあ剣士だと剣剣。
それも忍者じゃねえか。ああもう、ったく、こんな化け物といきなり出くわすなんて、虚ろの夜ってのは怖いところだな。そういうこと。あんたの目の前にいるのは一匹の化け物なんだよ。虚ろの夜の元をさまよう人を斬ることだけが目的の魔垣赤金の悪鬼さ。そっか、それなら今から言うことは独り言だと思ってくれ。それでも俺はあの時のことを忘れたりしない。すまねえってずっと思ってる。勢いに任せてあんな、そのひどいことをしちまって、その後も知らん顔でこそこそ逃げ回って、ほんとみっともねえよな俺。そっかもね。けど俺はもう逃げない。今さらだけど戦う理由を見つけたんだ。その人に言われたからってわけじゃねえ。俺が戦わなきゃいけないんだ。うん、迷いが消えたその目、いいね。今までの君は、まあ、そうだね、死んだ魚みたいな目してたんじゃないかなって。君を知らないアッキーは予測するよ。瞳の奥に強く灯る意志、それでこそ切り倒す甲斐があるってもんだ。これはこの夜からの洗礼。お相手を願いましょうか。で、あくまで君を知らないアッキーが言ってるんだからね。ああ、受けて立つ。言っておくが、この勝負で過去の清算をしようってわけじゃないからな。ここからが始まりってことだ。行くぜ、名もなきアッキさんよ。うん、その願い、望みをアッキとして砕こう。んじゃ行くよ、名もなき少年。バーストクローズリバイド。ありえねえ、つっ捕まえた。まずい、ビール行こう。いらない、もう死ぬ。逃がさねえ。
ウィナー、ザラつく、ファイナル、なかなかやり終わる。セカンドクローズ、リバイド、こちらくま、ウィンター、スリーは、また、また来た、まい、まだだ、セッキー、ゾウ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 、ザレ、ミッキー、ゾウだ、やるでこい。お前に見えるか、いくらも連なる断層が、終わりか、ここミッキーだ、お前に見えるか、いくらも連なる断層が、終わりか、そのまま寝てな。ウィナー、ファイト。普通の高校生か。俺もそんな風に気楽に過ごしてみたかったよ。インスレーター、俺に至難ハックを与えたまえ。バーストクローズ、リバイド、スラッシュ、なかなかバーストセカンド、これはキリミッソ、セカンド、何だそれ、になる対空防御、なんぶねえ、やるな、ミッソ、なかなか、セカンド、ミッソ、ミッソ、ここだ、クソ、セカンド、まだアクロータイム、クソ、やるな、カレーチェスト、なんてね、ぜひキレパーストクソ、やばく、うかっ、パーストセカンド、うかった、行くぞ、そんなものか、ぜひうわっ、うわっ、風がウィナー、ザラつく、セカンドクローズ、リバイド、禁止か、セーフ、うかっ、キレ、行くぞ、行くぞ、こう、やばく、なんか、オービタ、いっそ、いっそ、なかなか、いけ、これに耐えられるぞ、なれよ、捉えた、くっそ、やるんじゃねえ、なれよ、逃がさねえ、これは、ファーストセカンド、秒でつ、まだだ、構え、うっ、オービタ、そう、全然、乗れた、乗れた、そう、胸、やるぞ、いっそ、いっそ、乗れ、くそ、やさねえ、見えた、そんなものは寿司つぎやファンター、お前に見えるか、負けるわけにはいかんのだ、そのまま寝てな。ウィナー、ファイト。お前の本気ってその程度なのかよ。見かけ倒しもいいところだな。そんなんじゃ足止めにもなりゃしねえ。原田さんじゃねえか、何してんだ、それにその格好、木戸くん、あなたこそなんでこんなところに、それにその件、まあこの夜にそんな物騒なもの構えてればお互い答えは一つなんだけどな。原田さんもそのインバースだったとはな、驚いたよ。私も驚いちゃった、まさかとは思ったけど、その赤い刀身、噂に名高いインスレーター、あなたが野党の姫に組するなど、アンノーンアクターだったなんて。それに関しちゃ言い訳はしねえけど、あいつは悪いやつじゃないんだ。理由があって一人で戦ってる。だから俺はあいつを助けたい。野党という組織、そしてその代表格である彼女が悪い人じゃないことは理解してる。真に警戒するべきなのはパラドックスだからね。けどこの夜にその両者が出会おうとしている。これは私たちとしては見過ごすわけにはいかない。私の言い分も分かってくれるよね。そうだな、この夜の元にいる以上お互い譲れない理由があるのは分かりきってるんだ。そうと決まれば実力行使だ。ここは通らせてもらうぞ、リヒトクライス。そうだね、
この夜の元にいる以上、戦いを避けることなんてできないんだった。ここからはリヒトクライスの執行官として相手をさせていただきます。我が行く手を遮るインバース、虚無に組みし人にあだなす存在としてここで撃ちます。ファーストクローズリバイド。勝ち方だったな今の。最後ぐらいしゃっきりしろ。出ろ、手短に終わらせるか。インスレーター。ファーストクローズリバイド。死んだな。ファースト。よっしゃ。まだ死んだ。一層一層。お待て、ここだ。一層一層。三層。隠した。隠したてるの。カウンター。飲み込め、今のもカウンター。そうだった、ファーストカウンター。ファースト、ここだ。ダークロータス、飲まれろ。ダークスキーのファースト、今だったか。オービター、なんだ、ウィーナー。はい、セカンドクローズリバイド。今のは惜しくあるな。今のは好きでやってるんじゃねえんだっての。この力で終わらせてやる。覚悟なさい、キドハイド。バーストクローズリバイド。キレバースト、セカンド、逃がさねえ。一層一層、走れ。
敵なんだよ。ブレイクダウン。そのまま寝てな。ウィナー、はい。普通の高校生か。俺も。やはり来てしまったんだな、ハイド。あれほどおとなしくしていろと言っておいたものを。リヌ、無事だったんだな。心配したんだぞ。たく、俺を置いていきやがって。さっきワレンのおっさんにも遭遇したが、問答無用で襲いかかってくるしよ。あのおっさん、俺のこと本当に嫌ってんだな。そう言うな、ハイド。あれでもワレンはお前のことを気に入っているんだぞ。この夜の下で出会いながら勝ちをお前に譲ったのもその確たる証。きっと今頃はタヌキ寝入りもやめ、深淵へと向かう皇族を立つべく戦っているに違いない。そうなのか。相変わらず元気だな、あのおっさん。けど安心しろ、ここからは俺がお前を助けるからな。そりゃおっさんほどの頼りにはなんねえだろうけど、一人で戦うよりずっといいだろ。いや、構えろハイド。言ったはずだ、この夜のもと出会えば我らとて敵同士だとな。お前は私を助けるため共に進みたい。私はお前を連れてはいけない。これでは平行線だ。時間の限られたこの夜、お前か私か、どちらが意志を貫くか手早く決めねばなるまい。リンネ、お前本気で言ってるんだよな。この先に待ってるのはあのパラドックスだ。お前一人で勝てるつもりなのか。どんな理由があるのか知らねえけど、二人で協力して戦うべきじゃねえか。勝てるかどうかは関係がない。この命尽きようと次の体にまた生まれ変わるだけさ。お前の手に握られているインスレーター、それをあの女に奪われたら全てが終わる。だからこの先に進ませるわけにはいかない。分かってくれ、ハイド。俺たち二人のどちらが意志を貫くのか。分かったよ、リンネ。ならここから先は俺が進む。俺が全てを終わらせる。お前らしい答えだな。いいだろう、それもお前の選べる道だ。だが今度こそ約束をしろ。負けたらこの先へは進まない。私の後は追ってこないとな。ああ、今回は真面目な話だからな。約束は守るけどな、お前の方こそ俺が勝った時の話忘れんじゃねえぞ。バーストクローズリバイト。行くぞ。ヤンクラ手ごわい。ファースト爪が甘い。当たれ。爪が甘い。ミソここだ。よっ、舐めるのめっちゃ。フロンター。爪が甘い。よっ、どこだ。オービタ。よっ、爪が甘い。爪が甘い。爪が甘い。なかなか話にならない。手ごわい。ここだ。爪が甘い。ここだ。それじゃダメだ。ダウン。なんだ、ウィナーしか。はい、セカンドクローズリバイト。カメオ。体いいの。爪が手ごわい。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 よっ、ダウン。当たり。切れ。ミソ。なかなか苦手。舐めるのごわん。ファイター。爪が甘い。やっ、爪が甘い。クローザー。やっ、爪が甘い。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 イルブリーダー。そのまま寝てな。ウィナー、ハイド。リンネ、お前をこの先は進ませられねえ。おとなしくここで寝てろよな。いつまでも弱いままの俺じゃないんだ。もう一人で大丈夫だぜ。ようこそインスレーター。ここがうつろの夜の深淵。
光と闇の祭壇パラドクス。ああ来たぜ、お前との決着をつけるため、そしてこの夜を終わらせるためにな。あらさすが男の子、しばらく見ない間にずいぶんいい顔になったわね。どう？ヤトの姫なんて捨てて私の側につかない？アムネジアにより私たちによる新しいルール作りをしましょうよ。ヤトもリヒトクライスもうつろの夜の秩序と統制だなんて聞いてるだけでうんざりなのよ。選ばれたものであるインバース、そして選ばれた力イグジス、これくらい好きにさせろってのよね。だから変えましょう。くだらない古びたものを根本から全部ぶっ壊して、そしてうつろの夜すらも私たちが掌握する。それだけの力が私たちにはある。どう？この壮大なお話一緒に成し遂げない？そんな面倒そうなことに興味はねえよ。俺はただ普通に暮らしていたいだけなんだ。それを邪魔するって言うなら、お前の野望ここで俺が叩き切る。やっと分かったよ。お前らみたいにイグジスに溺れ、それを悪用して騒ぎを起こそうって企む奴らがいる。だからリンネたちがこの夜を守るために今まで戦ってきたってことがな。リンネが俺の前に現れたのも、俺にこの剣が託されたのも偶然なんかじゃない。あいつの意志、やろうとしたことを俺が代わりにやってやる。今の俺があいつにしてやれるのはそれだけだ。そう、残念。いいわ、説得はもう諦めるわ。坊やのインスレーターも、ヤトの姫の封印も、手っ取り早く力ずくで奪うしかないってことね。そして私はインバースを超えた存在であるリバースを目指す。リヒトクライスのアーデルハイト、英豪の紡ぎ鉄空を、いずれ全てを力でねじ伏せ、私たちがこの夜の支配者だと証明してみせる。さあその力、我がベセリをリバースとなすための供物として捧げなさい、インスレーター。バーストフローズリバイト。まるで記号はあるが、無駄なあがつきそっちや。カウンター、あれよ、キャリオスよ、そう、行くわよ、砕けちゃう、もっかん、お上手に砕けちゃう、カウンター、無駄だ、それにだね、まるで聞いてないわ、強いわ、行く、逃げ、お前に見えるか、これくらいの連なる残像が、お上手に、ここだ、まるで聞いてない、なんだ、ウィンドウ、はい、セカンドクローズリバイト、もっと行くわ、カウンター、まるで怖い、行くべなさい、よししない、まるで切る、まるで逃げない、強いわ、お上手、お上手に行く、行くわ、出しなさい、出しなさい、まるで切る、まるで切る、砕きなさい、行きなさい、出しなさい、跳ねなさい、出しなさい、まだだ、ブレイクダウン、そのまま寝てな、ウィナー、ファイル、脱世勝ち方だったな今の。最後ぐらいしゃっきりしろよな。どうしたパラドクス、随分と気度が下がってるみたいだが、
もう電池切れか。まさかこの私がこんな坊やに見破れるだなんて。これがループエンドと呼ばれるインスレーターの力。いいわ、ますます欲しくなった。さあそれをよこしなさい。北条際が悪いぞ電池切れ。お前だってもうフラフラじゃねえか。今夜のうつろの夜はもう終わり、あとは深淵の断裂を済ませるだけ。俺は役目を果たしたんだ。これ以上お前と戦う理由なんかねえよ。リンネにもこいつを奪われるなとしか言われてねえしな。じゃあなパラドクス、ちょっと行って今日の夜を終わらせてくるぜ。これがうつろの夜の元凶、深淵か。これを切ることで今夜の全てに決着がつく。まったく、お前とは二度と会いたくないもんだ。よっと！これも全部あなたの目論見通りなのかしらね、英語のクオン。さようなら、インスレーターの坊や。この借りは次の夜に返させてもらうとするわ。今度は私の方から出向いて。よく戻ってきたな、ハイド。その様子だとパラドクスには勝てたんだな。当たり前だ。じゃなきゃここに帰ってきてねえだろ。こいつも無事だよ。パラドクスのやつにもあのままとどめを刺してやろうと思ったんだがな、こっちもボロボロで寸前のところで逃げられちまった。まあ、あの深淵の扉ってやつを潰せばそれでよかったんだろ。くだらない芝居だな。お前のようなお人よしがあの女にとどめなどさせるわけがないだろう。ま、どちらにせよ生かすも殺すもお前の選択だ。恨むことなどない。あ、今ゴニョゴニョなんて言ってたんだ。なんか悪口に聞こえたけどよ。なんでもない。男なら小さいことを気にするな。パラドクスか。今回はなんとか退けたが、あれは間違いなく希代の器。この程度で諦めたりはしない。いずれ改めて決着をつけねばならないだろう。あの女が宿の秘術と最短の座を求める限りな。そして背後に見え隠れする英豪のクオンの存在、これがはっきりするまで私は逃げるわけにはいかない。なあ、今はその辺の難しいことを無理に聞き出す気はないけどよ、いつか全部話せよな。約束だぜ。ああ、そうだな。お前には借りができたしな。いつか必ず約束しよう。がその前にお前を虚無から助けた時の借りを返してもらうのが先だったな。約束通りそいつで私の永遠を終わらせるという大仕事があること忘れるなよ。バカ野郎、お前まだそんなこと言ってるのかよ。それこそ全部話すのが先だろ。終わらせたら何にも聞けないじゃねえか。そうだったな。覚えておくよ。そのうちに話そう全てをな。さあ帰ろうハイド。それにクーもな。もうすぐ夜が明ける。もしワレンが倒れているのを誰かに見られでもしたら大事だぞ。それは大事件だな。世界珍獣発見レベルの。